どうも、ショーです。今回もまた、ウキウキドライブに出かけまーす。いつものように、浮島の工業地帯を抜けて、高速道路に乗ります。ということは、また、千葉に行くのか？正解。前回の千葉県に行った時の動画は、ラジコンでの CM 撮影場面が多く、あまり千葉県の見どころが入ってないじゃん。という、温かいお言葉を賜りましたので、今回はちょっと名所に寄ってみようかと思います。それね、私もドライブじゃないけどいいの？って思ったわ。確かに、そう言ってたよね。でも、ほら、車つながりなので、このチャンネルを見てくれてる人は、少しは興味があるんじゃないかなって思ったんだよ。まあ、前回のはメイキング動画ってことで、いいんじゃない？そうだね、今回が千葉県のドライブってことでよろしく。ラジャー。と、言っているうちに、海ほたるに到着です。あれ？なんかいつもと違う方に誘導されたわね。そうだね、こんなのは初めてだね。今日はなぜか、2階に停めるようだね。どう行くんだ？なるほど、こっちね。へえ、川崎方面から2階へは、こんな風に行くんだね。海ほたるの展望デッキに来ました。正面が川崎です。展望デッキは、海ほたるの建物を一周するように作られていますので、開放感があります。こちらは、東京や千葉方面です。遠くに、スカイツリーも見えますね。スカイツリーも登ったことないよね。そうだね、あそこはちょっと料金が高すぎるので、行かないかな。オーケー。今日は富士山も見えましたー。やったね。それでは出発しましょう。どっちにも行けるようなので、川崎に戻らないようにしないとね。オーケー、こっちだな。それじゃあ行くぜー。この先は前回と同じなので、ぶっ飛ばすぜ。亀田出口に到着です。大体いつもここで降りて、目的地に向かいます。さあ、私の好きな下道です。ここから16号に入って、千葉県最南端の野島崎を目指します。この道好きだよね。そうそう、この先に行くと、信号も減ってきていい感じに走れるんだよ。まあ、急ぐ旅でもないのでいいわよ。到着。食事は、またこちら、です。美味しいってわかってるから、リピートしちゃうね。そうなんだよ、値段も手頃で量もたっぷりあるので、なかなか他に行こうと思わないんだよね。ってことは、またあれかな？
あれだな。今日のオーダーも前回と一緒。でも今日はお腹がいっぱいすぎるので、お持ち帰りすることにしました。いいじゃない。さて、ご飯を食べたところで、ノコギリ山に登ります。ノコギリ山は、ロープウェイでも行けますが、車で登ることもできます。駐車料金は普通車で1000円、ワンボックスだと1200円でした。ワンボックスでも、普通車なのにちょっと高いんだねー。それな。普通に1000円だと思っちゃったよ。よく見ような。オーケー。到着。さあ、行きましょう。結構広いね。大丈夫かな？おお、頑張るぜー。お、まだアジサイが咲いてるんだね。標高が高いからかな？わからんけど、今日も30度以上ありそうだ。見えてきたわね。下り坂だから、意外と楽だったな。その分帰りは登るんだけどな。そうだねさて次は、百尺観音に行きますかね。オーケー。この辺はちょっと涼しいような気がしますが、湿気がものすごいです。さて、ここのメインイベントである、地獄のぞきに向かいます。この暑さと、階段攻撃で、だいぶやられています。痩せていいんじゃない？おお、ガリガリになっちゃうよ。なってからええや。はい、そうでした。あれが地獄のぞき。いつかボロッと落ちそう。そういうこと言うんじゃない。おお、高いねー。だいぶ遠くまで見渡せるねー。私は怖いので、あまり崖っぷちには行きません。オーケー。地獄の時は、行列ができていたのでスルーします。なんだよ、メインイベントじゃねーのか。次の機会でね。この番組は、トラエコグループの提供でお送りします。さあ、出発です。そういえばさっき、面白い車いたね。ああ、なんか見てたね。何の車？某豆腐屋の車だよ。
ほら、前に群馬の釜飯屋のところに泊まってた、シルエイティの仲間だよ。え？どういうこと？前に話した、山道を爆走して競争する漫画に出てくる車たちだね。さっきの豆腐屋の車が、主人公が乗っている車なんだよ。主人公は豆腐屋なの？そうそう、あの車で毎日豆腐を配達してたら、誰よりも運転が上手くなったらしい。あの車で配達？燃費悪いんじゃないの？ちゃんと利益が出るのかしら？おお。そういうところが気になっちゃうのね。さすが経理部だね。あら？違った？いや、現実なら正解。オーケー。さて、ただいま走っているのは、127号線。富浦町まで来ました。うん？富浦市じゃないの？じゃないの、町、です。富浦町でもなく？なく。じゃあここでうんちくを一つ。東日本では、町、西日本では、町、が全体の傾向ですが、北海道では森町を除く128の町が、町、です。福島県を除く東北5県では、町、と、町、の読みが混在しています。関東7都県ではすべて、町、です。一方、西日本でも、福岡県、熊本県、大分県は、町、が主流です。なるほど、そういえば、東京の町出しも、町、だわ。それは、知ったな。冗談よ。おう。道の駅、富浦、で休憩しました。立山市に入りました。この辺は、なぜかヤシの木があり、南国ムードになってます。千葉って、ヤシの木が多い気がするわ。CM の最後の場所も、小さいヤシの木があったわよね。そうそう、あそこは、サイズ的にもちょうどよかったわ。それと、千葉フォルニアね。ああ、そだねー、前に行ったね。今あそこは、SNS の映えスポットとして人気となったことにより、観光客が多く訪れ、一部のルールを守らない人の危険行為によって、2022年3月頃から、注意喚起を促す黄色い垂れ幕、が木に取り付けられたらしいよ。そうなの？せっかくの映えスポットが台無しね。おお、いつも少数の、ならず者、の対策に、全員を規制するという短絡的な対応には、遺憾の意を表明する。そもそも悪いのはならず者だろ？まあ、それは間違いない。立山白浜線に入りました。ガラッと景色が変わり、霧の緑の中を海まで走ります。さあ、到着しました。千葉県最南端の、野島崎、です。この辺は、南房総国定公園に含まれる景勝地。岬一帯は、白浜野島崎公園として、整備されています。岩の上に、ベンチがありますので行ってみます。
それでは、帰りましょう。今回はまた千葉県へのドライブでした。のこぎり山は、ちょっと暑くて、外で歩き回るには厳しい状況でした。なので、だいぶショートカットしてしまいましたが、散歩に良い季節であれば、かなり楽しめると思います。そうね、高低差もあってダイエットにもいいと思うわ。そうだねー。木更津から東京湾側をぐるっと最南端まで行きましたが、勝浦や九十九里浜など、まだまだ太平洋側には行けていないので、別の機会に行ってみたいと思います。あ、そうそう、アクアライン上り線、木更津、川崎方面の利用料金が、7月22日から時間帯ごとに料金が変わりました。土日祝日の特定の時間帯で発生する混雑を緩和するための社会実験として行われる取り組みで、混雑時間帯は 50% の値上げ、空いている時間帯はこれまで通り、または 25% の値下げとなります。期間は2023年7月22日から、2024年3月31日までとのことです。前回の動画で、値上げされなきゃいいなと言ったのに、上がっちゃいました。残念。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。面白くないと思った方も、チャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てもらえると嬉しいです。